とひでママ迎えに来て。電話。眠た。おはよう。誰とずっと喋ってたの？え？LINE通話かけてもずっと誰かと通話中ですなんて。あ、そう。いろんな人と電話してたよ。いろんな人と電話してた。起きてから迎えに行けばいいの？うん、迎えに来て。どこ？ダイワロイネットホテル。は？ダイワロイネットホテル。ダイワロイネットホテル？うん、分かった。じゃあ待ってて。はい、30分かかんないか。うん、はいはい。朝からうるさいね。あ、アイテムありがとう。延長ギリギリまで寝ちゃった。受けた？どう？いっぱい寝た。今小倉にいるよ。あ、今日はどうなることやら。ゴミ掃除しないと。ゴミ掃除楽しく。ここいいわ。ダイワハウスグループのホテルだけどめちゃくちゃいい。アパホテルぐらいいいな。うん、めちゃくちゃいいわ。あの接客もいいしね。
もうブロックが忙しいわ。ブロックが忙しい。もう朝から。バイトいるわ、大変だわこれ。ブロック係になってよ。月の家行くか、ちょっと伊勢ママと行くか。それも面白そうだけど、眠たい。つけちゃんやだ、暇してる。いや、スキーは閲覧取れるぞ。昨日ねねちゃん来てくれたよ、花火いっぱいくれたよ、ねねちゃん。あ、そこ行くわ、かまとみなと行く。かまとみなと行く。ワンワンはもう興味ない、閲覧もないし。やっぱ一人でね、2、300人呼べないとね、閲覧伸びないから。ワンワンって閲覧ないじゃん。胸もね、あれ思ったよりないが、あるように思ってないよ。いや、俺よりないでしょ、ワンワン。俺の方があるよ、まだまだ俺の方があるでしょ。ヒデママはいいんだよ、オカマはいいんだよ。ハックンかわいい、ハックンかわいいしな。今日は眉毛細めにした。
もう養分もパルも絶縁するもん。ムカつくわ。もう友達じゃないからもういいよ、うん、もう誕生日会もやめようからもう、うん、うっとうしいわ。もううっとうしい。嫌いだわ。嫌い。いや本当だよ。もう好きじゃない。もう最近。正直。うるさいよ。誕生日会はもう来なくていいよ。嫌いだね。嫌い。助けてもらったんじゃないのじゃねえだろう。俺だって友達としてやれることやってるけど、友達じゃないもん。もう俺はね、もういい。関わりたくない。心配なんかしてねえよ。心配っていうのは、携帯投げつけてアイコから顔から血が出てね、アイコは警察呼ぼうとした時に一生懸命止めて、それが友達だよ。友達じゃねえわ。やってることが嫌いだね。もう意地が悪い。大和ネットホテル良かったわ。いいホテル。いやもう仲良くしたくない。めっちゃ揺れた、うん、広く浅く。そうだね。